今回紹介するのは、10万円から始める、割安成長株で2億円という本です。おすすめです。ニオク氏がこれまでブログで書き綴ってきたものをまとめたような内容になっている。彼のブログを何年も読んでいる人にとってはあまり新鮮味はないが、主張にブレがなく、予想通りの内容で、 安心して読めた初心者にとっては参考になると思うのでおすすめできる長年彼のブログを見ている身としては銘柄選定をもっと掘り下げて書いてほしかった投資の本なのに読みやすいツイッターでもともとフォローしていて投資の参考にもしていたニオークさんの書籍で 個人的にも中長期投資を志向していたので購入しました。この書籍で一番評価しているのは文章がしっかりしてきて、国語の現代文が苦手な私でも理解しやすかったことです。大抵の投資本は難しい用語を使用したり、 苦闘点が使われず読みにくいもののばかりでで挫折の連続でした。しかしこの本は読みやすくわずか2日で読み終えましたまたに奥さんの人柄の良さが伝わる文章で理解できるできない関係なく読んでいて気分が良かったですエミこれから2週3週4で理解を深めこの知識を個人的に銘柄選定に生かしていきたいと思います以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。